2.2 後楽園ホールで行われた GHC ジュニア次期挑戦者決定戦、ラーテルズ早田とバックブリーカーズ熊野が激突。最後は早田が必殺のヘデックで熊野を撃破、王者原田への挑戦権を獲得した。箱舟ジュニアのベルトをかけた妥協なきラーテルズ同門決戦。おい、ベルト取ったる、そんなきゃ。第8試合 GHC ジュニアヘビー級選手権、王者原田大輔対挑戦者早田。ライオンにも立ち向かう恐れ知らずの小動物ラーテル、それに由来するラーテルズ、ノバジュニアを制覇し、いよいよ同門対決へ。超一番すごい戦いをする、お互いを認め合う男たちだからこそできる極上の戦い、 GHC ジュニアヘビー級チャレンジャー早田の入場です。ワクワクドキドキですよ、そう語ってくれた試合前の早田、一体どんなファイトを見せるんでありましょうか。その心中に去来するものは一体何か。チャレンジャー早田リングイン。メインの剣王対杉浦戦との戦いでもある。剣王と試合内容で勝負だ、俺たちにしかできない試合、今日の一戦はただの防衛戦ではない、ラーテルズノア・ジュニアの戦いを超えた極上の一戦となるとチャンピオンはそう語ってくれました。ワクワクドキドキする一面、それしてまたその一方でプレッシャーを感じる一戦、初めて味わうんです、こんな心境をとチャンピオンの原田は語った。無になって戦います、そう語ったチャンピオン、再びこのビクトリーロードを歩むことはできるんでありましょうか。4回目の防衛戦は同門対決、早田の待つそのリングへ向かうチャンピオン、 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン、あーたー、いきなりいった、なんと早田が仕掛けた、いきなりです、チャンピオンの原田がリングに上がるその最中を一瞬ついて早田が仕掛けました。まだゴングは鳴っていません、まだゴングは鳴っていない、仕掛けたのは早田、これはちょっとびっくり。 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、まだゴングは鳴っておりません。さあ場内がちょっと騒然としております。今ゴングが打ち鳴らされました。さて佐久間さん、はい、ちょっとびっくりした立ち上がりですね。そうですね、やっぱ同門対決ですけど、一切の、ね、こう妥協はないぞという意思表示をいきなりチャレンジャーがしていった形ですよね。ですね、小林さん、はい、この2人には何を期待しますか。いや、今の攻撃もちょっとびっくりしましたね。ですね、まあ、同門対決というのは小林さんも経験がある、どんな心境なんですか、はい、同門対決ってのは。関係ないですよ。関係ないですか。関係ないです。あ、そうなもんですか。はい。同門対決。ただもう、はい、手の力をよく知ってるんで、はい、気をつけないといけないなっていうのはありますけど。そうですよね。はい、2人
二人だけにしかしたいできないそんな試合をするんだと両者が語っておりました。大阪プロレス時代から両者戦っています。ただタイトルマッチをするのは初めてです。まあ、小林さん、はい、メインの杉浦拳王戦以上の試合をしたいというのは両者語ってますね。あでもそれはいいことですよですね。おっと放送席の目の前それはいいことですですね。やっぱり、はい、その試合だけじゃなくて、他の試合とも勝負をする、そういう気持ちを持っているということは、はい、すごく大事なことです。これ小林さんもご経験がある、はい、僕はいつも思ってました。あなるほどね、はい、さあいきなりいった。佐久間さん、はい、前哨戦で原田は2度ヒディックでやられてますね、はい、そうですね。3度目はないと言ったチャンピオンですが、うん、チャレンジャーは2度あることは3度あると、うん、うわーすごい。あの前哨戦の段階からやっぱ出し惜しみなく戦ってきている証拠だと思うんですよね。やっぱりあの普段は組んでるのでヘディックを食らう機会が原田はないですよね、はい、ないので前哨戦で食らった時っていうのは大きなダメージになりますよね。一方でその前哨戦でまあ受けたことにより、はい、まあ、ダメージの度合いだったり対策っていうのを体にインプットすることはできると思うんですけど、早田は手の内を隠すこともできたと思うんですけど、あえてねそれを仕掛けていったということは、はい、もう全て前哨戦の段階からまあフルパワーでいくぞという意思表示ですよね。あなるほど、はい、さあ早田のセコンドには傭兵がつきますか。さあこちらチャンピオンサイドであります。仕掛けたのはチャレンジャーの早田、ゴングの前に仕掛けました飛び道具、そして場外戦で原田。ここで小林さん、はい、5分と5分と見ていいんですかね。そうですね、ここから動くんじゃないですか試合が。なるほど、さあトッピング攻撃どう出るか。早田の驚く技を考えているとも言いました、このチャンピオンの原田大輔であります。ヘッドスパン、スタンプ一戦であります。この競争、まあ、小林さんね、はい、初めて味わう心境と彼は語ったんですが、ワクワクするという一面と、はい、ちょっとプレッシャーを感じるというなんか複雑な心境があるんだと初めて味わったというんですね。原田選手です、理解できますか。いや、まあ、はい、理解はできますね。そのワクワクする部分と、はい、うん、ちょっとねこう、はい、やっぱり同門対決で、はい、やっぱ手の内をしているというところでね、はい、ちょっと心配不安というか、あ、はい、ありますけど。なるほどね。でもワクワクの方が大きいんじゃないですか、はい、特にチャレンジャーの早田はワクワクドキドキだと、うん、早くやりたいと。チャレンジャーの方がワクワクしてるという感じがしましたね。ですね、そうですよね。やはり佐久間さん、はい、まあ、この2人だからある程度いい試合はするであろうというファンの期待感がある、はい、それがもしかするとチャンピオンとしてプレッシャーとして感じる部分があるかもしれませんね。まあ、そうですよね。チャンピオンの場合には、勝って防衛するということはもちろんですけど、はい、さらに、ね、こうチャンピオンらしい試合というか、ね、うん、こう内容の部分も求められるというのがありますから、まあ、そういう部分でのプレッシャーというのはもしかしたら多少あるかもしれませんが、まあ、原田も、ね、タイトルマッチの経験豊富ですから、うんうん、その辺というのはもうしっかり、ね、こうリングに上がってからはもう切り替えているとは思いますよね。なるほどね。まあ、もちろんそうなんですけど、チャンピオンとして、はい、他の試合とも比べられるっていうとこですよね。なるほどね。他の試合とも比べてどうなのかっていうことですよね。その部分のプレッシャーがあるかもしれませんね。ありますよね。ただ最後は無にしてリングに上がりたいと思いました。無になってね、うんうん、さあ両者の息遣いが激しくなってきました。早田突っ込む、さあ場外に投げて、ここはどうか。エプロンで着地した両者、中を伺うか、いやエプロン上だ。さあここでの攻防が果たしてあるのかどうなのか。仕掛けたのはチャンピオン、応戦するチャレンジャーであります。ドーモンガーテルズ対決となりました。この一戦です、どんな戦いとなるんでしょうか。手の内は知り尽くしているわけであります。さあここからバックを立て、あーたジャーマンで投げようとする荒技を見せました。さあここはどうだ、おっと担ぎ上げて、このまま落とした、この硬い部分で、このエプロンの硬い部分でこれ荒技見せましたね。今大丈夫だったかな。いや小林さん、ちょっと肩甲骨のあたりですね、硬いですからね。危なかったですね、ですね、角ですよね、今入ったような、ように見えましたけど、ですね、
佐久間さん、かなりのこれダメージありますね、はい、まあ、そうでしょうね、まあ、それこそね、その昔小林さんが斉藤明選手とタイトルマッチやった時に、はい、プロにね、あの角に背中を叩きつけられるという、とんでもない場面がありましたけど、腰にひびが入ったんですよ、はい、ああ、そうですか、もうすごいですね、ただもうだから僕はね、僕はね、あのまだこの試合とは関係ないんですけど、あの時の斉藤をもう一回取り戻してほしいと、あ、それで先ほどの、ね、はい、発言になったわけですね、はい、さあここはスルタのなんとブレンバスター、逆に早田が投げるわ、はい、つなぐとダイバーツ、いやいやこれはすごい、ダイレクトで腰から落ちてしまいました、このチャンピオンの原田、ちょっとこれ坂、はい、坂になってるでしょ、ちょっとあの思わぬこう受け身を取っても、思わぬところに当たったりとか、あ、そうですね、はい、完璧な受け身は取れなかったかもしれませんね、腰を打ったりとかですね、しちゃうんですよ、どうなるほど、はい、角度がついてるんでですね、さあダッシュして今度は何を持ってくる、すごい、何回転したのか原田、完全に吹っ飛ばしました、これよく考えてますね、早田のこの眼光、眼光鋭く先にリングの中に入ってまいりました、坂道もなってるし、坂道もなってるし、勢いもついてますからね、来ましたよね、3回転くらいしましたね、さあこれはかなりのダメージ、佐久間さん、はい、ちょっとチャンピオン苦しいですね、苦しくなりましたね、這うようにリングの中、間に合いました、ギリギリホールの体勢に入っている早田、どうだ、カウントは2カウント、60分の一本勝負であります GHC ジュニアヘビー級第36代の王者、2度目の体感であります、早田もこのベルトは取っている、2度目の体感なるか、さあ今度はどう出る、持ち上げた、着地をする、一つキックを浴びせて、ぐるっと丸め込んでいったのはチャンピオン、逆に今度はおっと足うまく絡んでいきます、ちょっとあまり普段見せないような丸め込みを見せていきました ね、 そうですね、びっくりするような技を出していくぞとそう話して、おっとネクラリアとか一進一退の攻防が続いています、あ、川田もなかなかペースが握れないですね、はい、ですね、そうですよね、チャレンジャーにも勢いがある、もう一度ポールの体勢に入った、どうだ小林さん、何かそのチャレンジャーの早田勢いづくようなそんな感じしませんか、勢いありますよね、ありますよね、伸び伸びと試合をしております、いいですよですね、さあどこでヘディックを出していくのか、それともその前にもう一つ何かを仕掛けていくんでしょうか、おっとここは気がついたチャンピオン原田大輔であります、4回目の防衛戦となっています、さあここでどうか、おラザレ式を持っていくんでしょうか、バックを取っている、バックを取っている、さあしかし嫌がるのは早田、振りほどく、まだ残っているぞ、原田も残っている、この体勢で打ちたい、体勢を入れ替えたい、それぞれの思惑がある中で最上段に上がってバックを取った、あっとさあここからジャーマン投げっぱなしに行くんでしょうか、さあかなりお客さんからの悲鳴にも似たそんな声が漏れた、最上段に上がっている早田に対しましてチャンピオン、さあここから何でいったフロントスープレックス、なだらして無重力状態を作りました、ですね、距離も出ましたね、結構かなりね距離が出ましたですよね、放り投げたという感じですね、ボールの体勢に入っている、どうだカウントは2、小林さん、はい、チャンピオンの原田は、はい、今日の解説に小林さんがいる、かなり意識してましたよ、そうですか、ですから僕も燃えるんですと、はい、そんなコメントもありました、チャンピオンであります、10分経過、60分の一本勝負、中身の濃い10分間、ここまでは小林さんはどう評価してますか、ここまではちょっとまだ挑戦者のペースですね、はい、挑戦者のペース、はい、なるほど、さあ原田はそのペースを自分のペースとすることはできるのか、スイングしたの DDT、 しかしこれは振りほどいてどうか、おーっともう一度フロントスープレックスであります、
アバルス・ジコネ、原田、さあチャンピオンが行く、ラリアットホールの体勢に入った、おっと、しかしカウントワンで跳ね返していく、さあ、キック、これを受け止めて、ここからどうだ、おさあ、担ぎ上げた、チャンピオンがここから、さあ、しっかりと対抗時間を作って、ホールの体勢はチャンピオンの原田、どうだ、カウントは2カウント、もう今までは使ってないような攻撃ですよね。ですよね、はい、相当溜めましたね。溜めました、溜めました、うん、力がつきましたよ。ですね、対空時間も長く取りました、うん、驚くような技を出していくかもしれないと語っていた早田、いや、チャンピオンの原田大輔であります。さあ、早田に対する声援も飛んでいる。おっと、トラスキック顔面、これは見事に捉えた。そしてもう一度、わーっと円錐か、いや、ニーアッパーを読んでましたよね。こういう同門対決っていうのはこういうところなんですね、はい、あ、なるほど、相手の一歩二歩先を読んでしまう、読んで、はい、読み合いなんですね。だから、はい、そこは不安な部分ですよね。あー、なるほどね、知っているからこそ、知り尽くしているからこそ、相手のまだ見ていない部分を出してやろう、そういった思いが両者にあるのかもしれない。さあ、ここで上がったのは早田、仕掛けていくか、最上段ムーンサルト、着地をした。今度はその場飛びでムーンサルトを放って、どうだ、カウントは2、スクッと上がった、セカンドロープからひねりを効かせて早田、ボールの体勢どうだ、カウントはカウントはどうなんだ、2カウント。いや、早田の攻撃思い切りがあっていいですね。ですね、飛び飛び取っています。そうなんですね、はい、うん、ちょっとやはりチャレンジャーピースですかね。失敗を恐れずどんどん来てますからね。なるほど、なるほど、うん、いいんじゃないですか。その思いっきりの良さが出ています。チャレンジャーの早田、チャンピオンがちょっと苦しくなっている。序盤戦から仕掛けているのはチャレンジャーの早田であります。さあ、いった、ヘディング、これはかました、読んでましたね、読んでました、3度目は食わないと、そう話していた試合前のコメント。さあ、どうする、どうする、どう出る、投げていく、巻き込んでいく、先の先の読み合い、あーっと顔面、顔面、やっぱ逆に引きましたね、ですね、起きて破り、さあ、ブロックをしたぞ、放った、そこへどうだ、かぶせて、カウントは2カウント。早田考えてますね、いや、よく読んでますね、いい攻撃、挑戦者いいですよ、ですね、はい、チャンピオンちょっとローバイのそんな表情、あー、出てきた、突き刺した、突き刺した、食らってしまった、どうだ、カウントマン、おー、返しました、かなり今きつい決まり方に見えましたけどね、突き刺しました、完全に突き刺した、今はいい形で決まりましたね、やっぱりでもこれ、うん、はい、免疫かもしれないですよね、前哨戦で受けてた部分での、なるほど、はい、あれが吉と出るのか、凶と出るのか、早田はここから何を持ってくる、上げた、リングの中央進んで、ね、さあ、もう一度狙う、最上段に上がる、上がった、さあ、ムーンサルトは健三、足が待っていた、膝が待っていた、受けた原田もかなりのダメージとなっております。いやー、小林さん、はい、すごい燃える戦いですね、いいですよ、ですね、佐久間さん、はい、原田も握りつつあるペース、はい、なかなか自分のものにできないところもあるんですが、そうですね、ただね、あのヘデックで、あのカウント3つ許さなかったですから、早田の方が次の手の一手というのに苦しくなってきているような気もするんですよね。なるほど、 GHC ジュニアのベルトをかけての戦い、さあ、ここでぐるりと丸め込んで読み合いとなった、その2人の攻防はどういった結末を見るのか、回転する、おっと、これも読んでいる、横から入ってのエビ、どうだ、そして今度はローリングして、早田、早田、うわ、今度はチャンピオン、あ、早田が、あ、回転中だ、カウントは2、惜しい、惜しいですね、全体的には七分三分、六四か、早田が握っているようにも見えるこのタイトルマッチ、チャンピオンはどう出る、あ、なんとスタンプ、読んでますね、読んでますね、早田が読んでいる、チャンピオンの動きを読んでいる、
ベルトを再び腰に巻きたいという思いか、うん、チャンピオンもっと大事にいかないといけない。なるほど、ヘディック終わった。さあ立ってこれを受け止めた。パワーボムか、パワーボム抑えた。どうだ、カウントは2カウント、うん、これは佐久間さん、はい、ヘディック返しのような感じでしたね。やっぱりこういうね相手が予想しない動きっていうのがやっぱ流れを変えてきますから、今まではそれをね早田がやってたんですよね。ですね。今原田がねこう一ついい返しをしましたから、ここから流れ掴みたいですね。ですね。さあ担ぎ上げる、バタつかせて残した、リングの中央バックを取った、ジャマン投げっぱなし。おー、しかし早田またまた効いて、いったいったついに決めた。しかし早田もう一度この体勢から出た、強烈顔面を砕くように原田抑えて防衛はカウント2。まだダメですね。さあ激しさを増してまいりました。チャンピオンがペースを握るのか、バックを取るか、バックを取った。さあ片山ジャーマンスープレックスホールド、人間今日はどうだ。おっとカウント3ついかない、よく返しよくですね。これで決まらないとなるとね、原田ももう次そうですよね。さあこの次はどうするんだ、もう一度いくか、片山ジャーマンスープレックスホールド連発で最後は仕留めました。いや一発でダメれば小橋さん、はい、もう一発いってやるぜという、そうです、執念を感じましたね。そうです、もう、はい、次々と行かないとダメですよね。あ、はい、いや佐久間さん、はい、まさに極上の戦い見せてくれましたね。そうですね、あの、まあ、お互いね、はい、どっちが勝ってもおかしくないという場面がありましたし、はい、最後はね原田が勝負どころを逃がさなかったっていうところですよね。ですね。そこで休まずに連発でいけたからこそですね、はい、17分29秒、片山ジャーマンスープレックスホールドによりましてチャンピオンの原田大輔4回目の防衛、そのベルトが戻ってきました。小林さん、はい、熱い戦いでしたね。いや熱い戦いでしたね、はい、いや見てほしかった小林さんの前で原田大輔は見事な勝利を収めました。いやしかし佐久間さん、はい、ラーテルズ同士の戦い、そしてセコンドについた者もいる、いやまさにですね素晴らしいですねラーテルズ。そうですね、まあ、本当に今のねノアジュニアの中心にいるぞというのをね、見せつけていますよね。ですね。そして小林さん、はい、見せつけるという意味ではメインの剣王杉浦戦にどうだ俺たちの戦いは見せましたね。そうですね、これでまた、はい、あの名イベントもプレッシャーになってくるんじゃないですか。でしょうね、よりすごい試合にしようと。そうですよね、はい、気持ち高まってるんじゃないですかね。おそらくそうでしょうね、おっしゃる通りです。でもまあ今、はい、ノアジュニアの中心にいるっていうことを、はい、証明しましたね。いやそうですよね、もうラーテルズが、はいはい、さあがっちりと握手を交わしました。前哨戦では手は握らなかった、しかし終わればノーサイド、ラーテルズのように原田早く片付け両平、ラーテルズここにありを見せてくれました。まあ、小林さんが戦前ですね、はい、同門でも関係ないよリングに上がればという本当に凄まじい試合を見せてくれましたよね。はい、そうですね、この拍手が物語っています。充実したその表情、チャンピオンの原田大輔です。しかし敗れたとはいえあっぱれでした早田。いや佐久間さん、はい、まあ、今後またね誰がこの原田のベルトに挑戦してくるのか分かりませんけれども、はい、ノアジュニア熱いですね。そうですね、まあ、原田がねこうちょっと盤石の政権を作りつつありますから、これをね誰が崩しに来るのかというところちょっと注目になってきましたね。そうですね、GHC ジュニアヘビー級選手権試合チャンピオン原田大輔防衛です。いや強い
やっぱり早田は強い。なんか今日の一戦すごい、いろんな感情がね自分の中であったんですけど、こうやって追われて勝てて終わったです。本当に立山ちゃんも一発で返される。あれはほんまにびっくりしました。自分の中で秘策を含めて必勝パターン持ってったんですけど、返されると思わなかったです。まあ、一戦を経てやめたっていう結束の強さみたいなのを改めて感じました。そうですね、やっぱり忠相も陽平も瀬古もついてくれてね、二人とも頑張れっていう気持ちで多分面白いと思いますけど、やっぱ俺たち4人が揃えば心も強くなりますね。今後の防衛戦に関してはいかがですか。そうですね、まあ今のところ誰も来てないですけど、このベルト欲しいやつ、俺を倒したやつはいつでも怖い、俺はいつでも待ってる。そんだけや。ありがとうございました。